皆さん、おごめん。大分の高っちょ館です。現在私は、熊本市ですね、辰田山の駅の近くをですね走っております。957号、国道337377がちょっと忘れましたけども、ずっと今、熊本大学の方に、向かって走っております。今回はですね、私が、4年間お世話になった、熊本市の、大学時代の思い出の地を、いくつか回ればいい、回りたいなというふうなことで今車を走らせております。ですね、ちょうどね、今朝実は大学時代の夢を見ました。で、後ほどその夢はですね、語りますけども、結構大学時代の思い出の夢を見ることが多くてですね、そのためにやっぱりこう熊本市で過ごしてた4年間って本当懐かしいなというふうな思いでおります。先週は南阿蘇でしたけども、今回はまた熊本市ということで2週連続来ております。まもなくですね、今左手側に JR 小湯本線が走っております。で、まもなくですね、辰田口駅ですね、こちらに来ます。こちらもまた思い出の駅でして、駅舎は変わってないんですけど、こう周りはこう目まぐるしくいろいろ変わっているというイメージでございます。ちょっとカメラの位置がちょっと悪いんですけれど、で申し訳ございませんけども、これも馴染みのあるところでございます。後ほど時間があれば寄りたいなと思うのがですね、このまもなく大関橋という橋が右手に、左手です、もう右と左も今日間違えます、左手にあって、でその反対側、右側になると、この辰田山自然公園の入り口に入ります。でその中、で麓のところにですね、私が大学1年から2年の秋まで、暮らしていた学生寮がですね見えます。もうまさにこう生活の拠点で、かなりのこの思い出の場所でございます、ちょうど、今2021年3月中旬に差し掛かりますけれども、ちょうどもう15年前になるんですね。その頃にこう大学の、合格発表があって、そしてこの熊本市、この今から右手に、見えます、見えてくるですね、寮にこう引っ越しの準備などしていたのを思い出しますね。で今左手がこの白川ですね、大きい川ですね。あの余計なことですけども、この大学の寮に入って 2ヶ月後ぐらいにですね、この白川でこうなんかパトカーや救急車とか消防車が来て大変なことになって、ヘリコプターまで来て、何があったかと、カヌーで一人覚えたということで、残念ながらちょっとお亡くなりになったということでございます。熊本ね、地震もそうですけども、この水害というのを人吉球磨地域はじめ各地で被害もございまして、この災害というのとか事故っていうのは本当に、私も含めて気をつけなければいけないなというふうに思っております。さあ、この大関橋ですね、だいたいバス停があるんですけれども、もうこの寮から、熊本市街地に行くとか、交通センター、今の桜町バスターミナルに行くとなるとですね、だいたいもうこのバス停から乗ってずっと通り調筋とかですね、乗っていった思い出がございます。今日ですね、ちょっと957号県道がですね、ちょっと渋滞が多いんで、ちょっと間延びした感じになりますけども、この交差点ですね、ここは黒髪6丁目の交差点で、もう大森の地です。でここを越えてずっと熊本大学に行くんですけども、大体こう先ほどの夢の話ですけれども、大体こう大学に行って、今朝も見た夢が急遽大学にまた編入というか、熊本大学に戻るということで、いきなり引っ越しをして、授業に出なければなりませんということなんですけど、なぜか私はですね、その時本当引っ越しがもう急すぎたのが分かんなくて、ほとんど荷物を大分から持ってきてなかったんですよ。で、筆箱すら持ってなくて、それを買いに生協に行くんですけど、授業時間始まってるのに30分経っても、まだちんたらなんか買い物してたの。してもなんか途中からだんだんと、この授業も最初の授業は無理しててなくて、もう出ても途中だし良くないって感じで、こう
諦めたような夢を、ね、見たんですけどもね。なんか大概私その大学にまた戻る夢を見るとなぜかこう授業に出ないとか単位が不足してると か、なんか心配な悪い夢を見ますね。ということでちょっと余談ですけど、左まんまどんなさんですね、今日ちょっと寄れればと思ったんですが今日はお休みでございますけども、あの大盛りのですね、料理屋さん結構近年できたはずですね。あの以前私の動画でもご紹介をいたしましたので、ぜひねあのご覧ください。ここら辺左手がかなり建物なくなってもう防波堤のようにできてますね。これだいぶあの変わりました。あの私が行った時に、まあ、あの入信橋というのが左側に見えるんですけれども、でこの右手にですね今コインパーキングになっているところに私の通いつけであったお肉屋さん、大盛り料理屋さん、池田精肉店沢というですねお店があったんですけれども、残念ながら本当地震以降後はですねなくなりましたし、うわここ道あの3日ですね、あのずっと古い遊技場とかこう源泉とかあったんですけれども、あの今もうそこら辺全部取り壊してこう道を拡幅してるんですかね。結構大工事です。で、今からですね左右に、見えてきますのが、熊本大学でございます。まあ、私の母校ですね、私は教育学部でしたので、右手側の、黒髪北キャンパスというところで4年間お世話になりました。まあ、桜これ咲いてる梅じゃない桜ですよ。まあ、本来でしたらこの中に入ってゆっくり散策したいんですが、もう新型コロナウイルスの関係でですね、今も中に入るのとか私も遠慮しておりますけれども、まあ、懐かしいですね。ここら辺ポプラも未だにありますけども、またいつかねゆっくり大学散策したいですね。昨年2020年の2月に一度大学の散策の動画を上げまして、これが非常に反響が良くて本当ありがたい限りでございます。まあ、あの私のチャンネルの中では1000行くとかなりすごい方なんですけれども、1000をしてかなりの再生回数ですね、ありがとうございます。でいよいよ、まあ、まもなく一旦動画ここで切りまして、最初の目的地も近いんでですね、切りはつけますけれども、まもなく今度湖海という場所にやってまいります。湖海ですね、あのスクランブル交差点がこの後、見えてきますけれども、日本で最初にできたスクランブル交差点ということで、あのぜひお見知りおきしていただければと思います。で、まあ、ちょっとここら辺からまた混みまして、ずっとまっすぐ行くとこの上行寺という、まあ、大きな交差点に行って国道3号とぶつかります。でもう一つそのスクランブル交差点を、まあ、この道路から行くと左手に行くとですね、今度はあの産業道路とかですね、あの熊本県立劇場や熊本学園大学に行く道ですね。で湖海橋という橋も渡ります。であの湖海橋がですね、また私が卒業しても大学も間もなく11年になるんですけれども、私がいた時の湖海橋とはかなり変わってます。私がいた時はこう片側それぞれ1車線ずつで、こうアーチ型のこうアーチがかかってくるんですけれども、今はですねアーチはなくて、それぞれ片側2車線ですかね、上下でそれぞれあの橋が別になっていて、だいぶこう交通量も激しいというか、渋滞もだいぶ緩和されてるんではないかなというふうに思っております。これ今一夜どものバス停も過ぎまして、これに私もねあの好きだった先輩が確か住んでた、記憶もね懐かしいですけれども、まもなく湖海橋というところに渡ります。でここからこの右に行くと、伊藤しっかさんだったかな、ですね多分出てくるんですけども、もう私が大学4年の時に、まあ、虫歯になりまして、で最終的に親知らずを抜いたこの歯医者さんがですね、この伊藤しっかさんですね、大変お世話になりました。もう私のね親知らずっていうのも本当骨太だったらしくて、最初こう同意書書かされて本当にそしてまあ女性の、まあ歯科医の方が最初治療してたんですけど、途中ですねこう30分ぐらい過ぎてからこう相談するわけですよ。ちょっとこれはなかなか手強いですと。で途中でこの男性のこの若い歯医者さんに代わってですね、もう力ずくで抜いてもらって、なんとかまあ
親知らず抜いたわけですけども、まあ痛かったですね親知らず。でそっから10年して今もその隣になって、結局もともとその奥歯が悪くて、ただその奥歯を邪魔しているのがさらに奥にある親知らずだったということで、まあ虫歯の原因の一つであった親知らず抜いて助かったと思った歯も10年後に、もう歯が折れた中で折れてまして、抜歯となりました。今も若干穴が開いてる感じで、もう8020運動にですね向けてはちょっともう黄色信号が早速灯っております。というか私はまず80歳まで生きられるかどうかというところでございますけれども、今信号ですね、5階のスクランブル交差点間もなく見えて、で橋を渡ったぐらいでまあ動画切りをつけたいかなというふうに思います。結構今ここら辺よく自転車で通ってましたんで、あんまり私たちは大学の時はそんな渋滞知らずですけど、もう車でよくまあここら辺、私も社会人になってちょこちょこ通るんですけど、車になると渋滞っていうのがやっぱかなり、ね、意識しますね。で今から目の前に出てくるスクランブル交差点ですね、これが、日本最初のスクランブル交差点で、目の前に5階商店街があって、今から5階橋を渡ります。わー結構目大きい橋でございますけども、この先曲がったところの今日食堂にこれから、2時過ぎましたけど遅い朝食をとります。ということで本当拙い話題でしたけども、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。これからも熊本や大分のこと情報発信してまいりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた、どすこい。